押す押す、いつもの投げやりすぎて草。そして動物シリーズも残り2種類。ちなみに前回6個目なのになぜか5個目と言ってる謎。おっと、これはお恥ずかしい。最低でも2回は通して確認してるんですが、人一人の注意力なんて所詮そんなもんじゃよ。誰目線ですか。それで今回は何を作るんですか。カワセミくんなのだ。お、新しい色の土台ですね。インコ以外緑色じゃったからの。さて、前置きはこの辺りにしておいて作っていきましょう。恒例の3倍速でお送りします。そしていつもの袋開封から。袋開封は始まりの儀式なのだ。まあ必ずやりますからね。というわけで組み立て。今回のカワセミはほぼ胴体一体型なのでシンプルですね。そして今作ってるのは一番下の部分、マー胴体の土台みたいなもんだね。しかしあれですね、とても組み立てやすそう。いやマジでそれな、最近の作ってたやつちょっと複雑すぎな感じがするわ。今回はのんびり作れそうでいいですね。せやな、羽休めにのんびり作るとしよう。そして一つ目完了。次の工程じゃい。先ほどの胴体の続きですね。ちょうど上に持っていく形になります。土台が出来上がってるので特に難しい部分はないのだ。部品の取り付け位置だけは注意するのだ。まあ他の工程でも言えることですね。他の工程でも言えることしか言うことがないということなのだ。それはもう草。まあ構造的には長板を中央に配置して細かい部品を配置してる感じだね。お腹のあたりが橙色で羽は青系といった感じですね。画像検索で作れば出ると思うけど、綺麗な色合いの鳥だね。神秘的ですね。構造簡単、組み立てもスムーズに進行中。何を喋ればいいんだ。草、いつものことといえばいつものことですけど、ひとまず説明書の一番上の段まで進んどります。じゃああと少しですね。なんとか話題をひねり出しましょう。久しぶりに温泉に行きました。全く関係なくて草。そしてなんとか完了。次の工程でござい。引き続き先ほどの続きを作っていきます。胴体は前の工程でほぼ完了。この工程は主に頭の組み立てですな。説明書だけ見ると何が何だかわからない感じで草。説明書あるあるではある。ある。話を戻すけど、顔の下半分、くちばし周りを制作中だね。設計図ではなんとなくわかりますけど、実際の制作映像だと何が何だかって感じですよね。まあいつものことなのだ。作ってる最中はブリブリといろんな方向に変えたりもするからね。言われてみれば確かにそうでしたね。そして今は図の2段目を制作中。もう少しで一番上の3段目に突入という感じなのだ。そのようですね。作りとしては簡単だけど、部品数はそこそこある感じ。それで時間がかかっちゃってる感じですね。おかげで喋ることが特になくて困ってる。割といつものことですね。単純に部品数で時間かかってる箇所って特に突っ込みどころもないからね。まあでもなんとかこの工程も終わりそうですね。やったぜ。次の工程、頭の続きです。表止めから上の部分だね。図だと頭を輪切りにされたような感じになってますね。どうやめいや。でもようやくそれっぽく見えてきましたね。まあそりゃこの時点でほぼ出来上がってるようなものだからね。あとは土台に乗せて完成ってのも無理やりですけどできますもんね。まあさすがにしょぼくなるからやらないけどね。それは確かにそうですね。とか言ってる間にそろそろこの工程も終わりそうなのだ。ここまでできれば残りの作業もわずかですね。というわけでこの工程も完了なのだ。次の工程です。まあなんだ、端的に言えば足作るだけの工程なのだ。なんというお手軽作業でしょう。これでカワセミは缶全体になったのだですね。次の工程なのだ。本体は完成したので、ここからは土台作りですね。イメージとしては川辺に生えてる木の枝という感じだろうね。なるほど。最後の工程なのだ。引き続き土台の枝作りになります。しかしやたらと凝った作りになってますね。動物シリーズだと一番凝った作りになってますの。大半
は地面に直置き、唯一インコが止まり木に乗ってるくらいでしょうか。言われてみれば確かに。と言ってる間に出来上がりそうですね。この工程が終われば残るは合体なのだ。まあ土台とくっつけるだけだけどね。草。というわけでくっつけるぞい。完成だ。動物シリーズ7つ目、カワウソくん完成なのだ。動物シリーズの中で一番凝った作りの土台でしたね。土台だけ評価しててくさ。まあ本体はさほど難しくなかったからね。そして動物シリーズも残り1つとなりました。まあ最近投稿ペース遅くなってるからとっくに終わってたはずなんだけどね。まあ無理せず投稿が一番ですよ。確かにそうだね。というわけで今回はこれで終了なのだ。もしよければチャンネル登録よろしくお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。あれ、なんか土台がなんかあったから置いてみた。適当で草。